緑のユニフォームが日テレ東京ヴェルディベレーザ。今ピッチに姿を現しました両チームです。真ん中に送っていきます。10番の小林がワンタッチで後ろに下げて、さあラインを上げていくベレーザ。前に送ってその10番の小林、一旦落として左足のシュート。今度はベレーザ、こういった前半から行ってこいの非常にスリリングな展開が続いています。さあ11番の遠藤です。自らシュートを放っていきました。最後はゴールキーパーマイナビの16番松本がキャッチをしています。さあ北村一旦下げて、その三浦右に散らしていきます。清水、そして相手を背負って左のシュート。ここは松本がしっかりとキャッチをしました。最後シュートを打ったのは9番の植木です。プレシーズンマッチマイナビは1勝2分け。あ、ここはベレーザチャンスだ。11番の遠藤自ら行く、シュートを打ってくるか。お、味方に当たって最後は松本しっかりとセーブをしました。中央池尻というところですがベレーザに奪われた。さあ前がフリーになっているぞ。さあ14番の北村、パスを出して最後はどうか、シュートは決まった。あ、ここはボールを捉えることはできませんでした。20番の木下自ら行くか、右サイド空いている。さあ遠藤か、左足のシュート、いいシュートを放っていきました。11番の遠藤です。もう一度ベレーザ三浦。さあここはどこが自ら行く、ドリブルで上がっていく、自らシュートを放っていく。最後シュートを放ったのは4番のどこです。さあここはワンツーでマンヤ、左サイドのマンヤ、グラウンダーのパスから左足をさあ切り返してシュート、これが決まった。先制したのはマイナビ仙台。前半を終えて1対0、マイナビ仙台レディースが1点をリードしていますという松田監督も話をしています。さあうまくスルーパスが通った館、さあどうか、左足のシュートか。しかしここはディフェンスに清水、なでしこジャパンが立ちはだかりました。20番の木下、そして14番の北村がアウトをしまして、そして7番の中里、そして5番の菅野、この2人が入ってきます。入ってきてこちらが5番の菅野音、その後7番の中里も入ってきました。さあチャンスを迎えたのは宮澤から、さあ池尻です。左足シュートはどうか、決まった。池尻の左足、縦へのボール。さあここは1人かわす、どうか、短いパス、小林のシュート、少し外に回転をかけるシュートを放ちましたが枠を取られませんでした。そしてマイナビはこのベレーザ後半4本目のコーナーキックを受けるという形になります。鋭いボールが直接ゴールを狙っていきました。これは直接ゴールに入ったということになります。今の場面をもう一度見ていきます。キャッチはしたんですが体ごとゴールに入っていくということになりました。こちら遠藤のコーナーキックが直接ゴールに吸い込まれるということになりました。さあ5番の菅野、右サイドの山本、さあここで小林を走らせて、小林のシュート、まだあるぞ、ここはクリアをしていく。7番の中里、清水から菅野、ワンツーで折り返す、ここもディフェンス、なんとかクリアをする。しかしまだどうか、まだベレーザボール、山本クロスボール、向こうサイドボールが流れていきます。一旦下げます。遠藤です。ワンツーから遠藤、小林、シュート、左にそれていく、波状攻撃を仕掛けていきますベレーザ。11番の遠藤、そして小林へのパス、振り切ってのシュートでしたが枠を捉えられません。ベレーザに対してマイナビの歴史的勝利となりました。今90分を終えてマイナビ仙台レディース、日テレ東京ヴェルディベレーザ2対1で下しました。